そう、なんでかっていうと、上級者とかプロってクラブもう使えてるっていう前提で話すんです。その体の動きばっかりこうやって、うんうん、その思考が働いてくると逆に飛ばなくなっちゃったりするんですよ、はい、あの頭の位置ですね。これを揺らさないで揺らしてくださいってなってくると、体の動きってもうちょっと最小限になってだいぶシンプル化されてくるわけですよ。まあだから今ので言うと、まあ今こうじゃあ振り子ができました、うん、で振り子で支点作った状態でこうやってラグがいっぱいできました。そう、どん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 遅れました。そう、遅れれば遅れるほど、まあゴルフクラブっていうのは、まあ、偏重心なんです。偏重心、うん、偏ったところに重心がありますよっていうクラブなんです、うん、そもそも野球とかのみたいに重心の延長線上に芯がないんですよ。重心位置が、うん、そう、野球とかだとこの棒の延長線上に芯のベーションがあったりとかするので、うん、この重心っていうのは常にこう重心をこうやって感じやすい、トライコントロールしやすいんですけど、ゴルフクラブっていうのは、まあ、まずここにあるんですよ。ここにあるじゃないですか。これバランス取ってる状態ってこう重心、そう。でもゴルフクラブってこう先端が曲がってます、うん、で曲がってるってことはこっちに重心の重さがずれてるってことなんですよ。意味があります。重い方向にバランスって取られるのがありますか。シャフトの延長線上よりもこっち側のずれたところに重さがあるんですよ。あ、なるほどなるほど。こっちより重いもんね。重いの、うん、でなおかつこの右左で言うと右側の方が重いんですよ。こっち重いもんね。重いんですよ。多いじゃないですか。ということは鉄が多い。ということは開けやすいんだ。そう、こういう風にクラブとこっちに回るんですよ。だから何もしなければゴルフクラブっていうのは、まあ、そもそも開いてくる特性があるんだよっていうところがみんなちゃんと理解した状態で考えた方がいい。なるほどね。うん、そう。で、やると基本的には、まあ、重心位置から離れたところにグリップした状態で、うん、重心をこうやって持った状態で動かしてるんだったらフェースって開かないんですよ。あ、そうラグがないから。あ、ほぼ近い重心近いところに行ったらそんなにヘッドが遅れないじゃないですか。ないですよね。で、こことここでこうやって遅れたら、だからそんなないです。ラケットのグローブとか。ラケットとか、いやでも近い、あれはラケットと重心位置が近いからコントロールしやすいです。面々近い。でもここ握ってったら面も簡単にコントロールしやすいです。でも握ってる場所はここなんですよ。めっちゃ遠いところ握るよねってなった場合、この握った状態からここに力を加えていくと重い方向って遅れてくる性質があるんです絶対に。そうだね。そうそうそう、ってやってみれば分かるんですけど、今みたいに遅れさせた瞬間にこっちに重い方向に全部引っ張られるわけです。どんなに上手くてもこれはこっち来る。どんなプロでも。そうなんですよ。そうだからこれってまあそもそもそうやってラグが作れたらフェースって開いてきちゃうものなんですよってところに関すると、そう、うん、そっか。じゃあフェースが開いてくる人はそんなに別にあれなんだ、うん、普通の現象なんだ。普通の現象だし、カットスイングって存在しなくなるんですよ。ああ、そっか、遅れるもんね。ヘッドがこうやって遅れるから、そうそうそう、ヘッドがクラブの右回りですね。確かに遅れたものは重い方向に引っ張られて、ね、絶対にこうなる。この今のクラブの原理原則にのっとってクラブが扱えたら、カットの人ってもう存在しないはず。そうか、ってことはカット軌道でお悩みの方は、はい、スイング方向っていうのはまずクラブの動きをしっかりしっかり考えたらば治っちゃうんだ。治っちゃう。あんまりクラブの付け方だけ覚えているみたいに、クラブの重さに任せられるような、このさっきのつまみでね、つまんだ状態でブラブラされたら、もう重い方向に全部引っ張られるわけだから、そっかそっか、こうやって必ず右にループするわけじゃないですか。そっかそっか。でこれが要は切り取りでいうとシャローですね。シャローアウト、あ、この重みが変わる、うん、あの引っ張られる時間のことをシャロー、うん、そうそう。でも、まあ、さっきの話で言うと、でもヘッドってフェースがって開いちゃってダメじゃないですか、うん、っていう時になるんですね。そう、でこれなんで今みたいな開きが出るかっていうと、ゴルフクラブ の, この重心を手の中で感じ取れてないんですよ。どっちに傾いてるかが分かってないんですよ、手の中で、うん、まあ、そもそもゴルフクラブっていうのはまっすぐフェース面を合わせたらもう右側が重いの分かりますか。分かる。で右側が重いから手離したら右に回るんですよ。だから基本的にフェース面をまっすぐにした状態でセットするっていうところに関したら、この状態でフェースってめっちゃ開くってことです。こんなになっちゃうフェース面、うん、だからこんなところとこうやって重心が外れてきちゃう、うん、なるべく感じないようにするためにどうしたらいいかというと、この重心アングルっていう状態に見てあげるとです。重心アングル、うん、重心アングルっていうのは